最初に履いて感じたのはとにかくこの軽さなんですよ。見た目が本当これしっかりしたイメージなんですけども、手に取ってみるとこの軽さと柔らかさですね、これにまずびっくりしました。で、実際に履いてみるとシューズに足を入れた途端にですね、こうガーッとこう地面と本当に足にそう吸い付いてくれるような感覚っていうのがあって、まあ、プレイヤーとしてはものすごく心地いいフィット感っていうのを感じることができると思います。特にかかとと土踏まずのフィット感がよく感じました。普通はもう新しいシューズだと何日間か練習して試合で履けるっていうイメージなんですが、このフィット感であればもうすぐに試合で使えそうな気がします。本当にもうこのシューズはまさに足入れ革命って気がしますね。プレー中にサイドに振られた時など相当こう圧がかかるんですね。そういう時こそシューズにガッとこう踏ん張ってほしいっていう思いがあるんですが、その時にこのシューズはもうしっかりとサポートしてくれるっていう感覚がありましたね。足にぴったりフィットするというとどうしてもこう狭くて硬いっていうイメージを持つかもしれませんが、このシューズは感じませんでした。こう足をストレスなく包んでくれてるようなイメージ、そしてシューズの中で大切なことは足がぶれないことなんですが、全くぶれない、そういう良さがありますね。またクッション性っていう意味でも非常に高いと思います。ですのでこう感覚的にはこうあまり疲れないっていうイメージを持つことができると思います。このシューズっていうのはすぐに足に馴染んでくれるような柔らかさですね。そして激しいプレーにも耐えれる強さっていうものを兼ね備えてると思うんですよ。ですので膝や腰に負担をかけたくない人いますよね。ご婦人、そして社会人の方からまた勝利を目指すトーナメントプレーヤーの方までしっかりと幅広くこのシューズは僕は対応してくれると思います。長年僕はテニスをしてよく感じるんですが、足を正しくサポートするっていうことはこれ本当テニスにも限らずどんな競技でも必要なことだと思います。自分の足にフィットするシューズを履くっていうことで体に余分な負担をかけないようにできるだけではなくて、パフォーマンスも向上することができるからです。このシューズは我々プレイヤーの要望に全て応えてくれると思います。 Mizuno